言でスマート農業なんだろうっていうふうに、どこに向かったらいいんだろうっていうふうに考えたときに、全体最適化だと思ってるんですね。標準化をしたものをどう平準化をしていくのかとか、そういったビジネスデザインっていうのは絶対に欠かせないだろうなとは思ってます。時間はかかるんですけど、私はですね、このスマート農業というのはですね、今までの連続した技術発展じゃなくて、一度ポンとこう跳ね上がる技術なんですね。ですから特に導入には時間がかかる、普及には時間がかかる、こういうふうに私自身は理解しております。I would put Japan as a front runner as well on the openness for technologies. When I, and my responsibility goes also throughout Asia, when I go to other countries, I would say the adoption of technologies is today lower, also due to very fragmented farming bases. 汎用的なものであればあるほど安いものを組み合わせ、独自性を出さなければいけないところはやっぱりクローズにしたいんで、自分たちでお金を出してても開発をしていく、これからそこの競争領域と非競争領域がきちんとこう分かれているものは使っていきたいとは思っています。シーズオリエンテッドな研究開発というのがですね、まあ、過去においてはどちらかといえば多かった、まあ、ある程度のその要素技術ができてきたら、実際にそれを現場で使っていくユーザーさんにですね、入ってきていただいて、じゃあその最後どうやればこれが実際にその使っていただけるものになるかという視点でですね、一緒にその研究開発を、まあ、進めていただくというようなことをやってきております。最終ユーザーが何を求めているかというのを、やはり研究開発段階からもきちんとやっぱお聞きをして、そこにですね、ニーズに向けた研究開発を進めていくというのは大事だというふうに思っております。現場のニーズは何なんだっていう、現場のニーズから出る技術っていうのだったら、まあ、多分すぐに実証もできますし、その後の改良なりいろんなことが、まあ、要は現場で使えるものにすぐに育て上げれると思うんですけど、今はどちらかというと存在しているものの中から僕たちが選ぶっていうざっくりとしたスタイルになっていると思うので、そこがちょっとマッチングができてないところなのかなと思います。新しく出てきたツール側がすごく悪いように言われることが多いんですけど、いいツールもいっぱいあって、答えの出し方が上手なやっぱり生産者もいっぱいいると思うんですね。リテラシーっていうのが、まあ、2番目の質問に対しての答え、一つの、まあ、可能性というか答えの可能性にはなるんじゃないかなと思ってます。農業者もっと頑張れよって話だと思うんですね。せっかく産業界で皆さんが培ってきたさまざまな、このマネジメント要素があるんであれば、そこをもっと自信を持って農業ってこうしたらいいんじゃないかっていうことをサジェッションすべきだと思っているんですね。我々も一方でそのビジネスをやる以上スピード感は持っていきたいなっていうところもあるので、まあ、そこは我々のこのアライアンスっていう仕組みにした理由はその一つですね。やっぱり農家さんに導入障壁を最小限にして、で我々がリスクを取るところは取って、で、一緒になって農家さんと技術を作ってもらう、で使っていただいた農家さんにはもう正直ベースでフィードバックをいただいて、ここは使えない、ここは使えそうだっていうのは、適宜フィードバックしていただきながら技術を作り上げていくっていうところを今目指しております。やはり我々が目指したいのはボトルネックのところをですね、解消していくと、そういうところにビークロボスを使いたいと考えているわけです。ですから例えばトラクターの運転、田植え機の運転、それコンバインの運転がしなくてよくなる、そうすると作業時間は人は他のことができる、要するに仕事の内容が変わる、働き方が変わる、これ非常に大きい意味を持ちます。スマート農業を一番望んでいるのは、例えば僕の、住んでいる愛知県も、山間地と、で僕はたまたまありがたく、まあ、平地でやらせてもらってるんですけども、一番困ってて離農の確率が高くって、そういう高度な技術を求めとるのは実は平らじゃないところが、まあ、これ現実の話です。僕が水田畑毎年毎年こう預かる規模がどんどん大きくなってるんですが、平らなところははっきり言っちゃうと、まあ、そこまで
大胆なテクノロジーを入れなくても、まあ、なんとかできちゃうっていうところがありますが、逆に中山間となると何ともなりません。で、まあ、これが最終的な問題のところで、じゃあ努力すれば頑張ればなんとかなるんだったら、ここまで離農は僕はしないと思います。にもかかわらずに離農をしていってしまう、有給農地になっていってしまうってことは、何かが噛み合ってないのかなという気はします。 There's about 500 million farmers with less than 2 hectares on the globe. 90% of those small scale farmers are in Asia, and we have to find solutions that are scalable, that are affordable and scalable. It doesn't help to have a high tech tool that farmers cannot pay for and cannot use. So therefore it's our responsibility together with our farmer and distribution customers to find solutions that can be used, that are affordable, and that really support also those small farmers. Now our motivation as a company really is to make sure that farming, that agriculture is more sustainable and more efficient. We also believe firmly that digital farming solutions connect that BASF expertise and know-how of our people with the opportunities that are coming with digitalization. BASF. We create chemistry.